113番元素の名称案はニホニウムに1から四ろう元素をめぐる科学史講座九州大学の森田康介教授がグループリーダーを務める理科学研究所のチームが113番の元素の生成に成功その命名権を獲得し名称案をニホニウムとすることが発表されました、えー、この後5ヶ月の意見募集期間を経て 今年中に正式に決定される見通しです。113番以外に115番、117番、118番の元素についても海外の研究チームが生成に成功しているため全ての名称が決まれば元素周期表の第7周期が全て埋まることになります。今夜はこのニュースをきっかけに元素をめぐる科学史講座を開講。元素とは何なのか どのようにして発見されてきてどのように周期表が埋まっていったのかその背景にはどんなドラマがあったのか。 専門家の方にお話を伺いたいと思いますというわけで今日はですね僕は手元に周期表をですね用意した上で備えておりますこの元素のことねこの元素のことねということでちょっとねお聞きの皆さんも手元にお手元に用意できればそうですねスマホで検索すればいろいろ出てきたりもしますしねというわけで今日は元素の話その科学史に迫っていきたいと思いますでは早速今夜のゲストご紹介しましょう作家の川端宏さんですよろししくお願いますよろしくお願いします そして東京工業大学教授で科学史がご専門の梶正則さんです。よよろろししししくくおお願願いいいたまますすというわけで、えー、今回は、ね、113番元素の名称がニホニウムになったニュ,ニュースをきっかけにちょっと取り上げたいと思うんですけれども、うん、川端さん、このニュースについてはどういうふうにお感じになってますかいやーなんか。 晴れ晴れしかったですよね、はいあのー、中にはなんかツイッターなんかあのいろいろ検索してたら、えーあの、新しい元素合成してプルトニウムのようにあの兵器に使われるんじゃないかとかいうふうなことを心配してる人が複数いたんですけど、こう、はい、か不こうか、森田さんが何にも役にも立たない、うん、<laughs> って言ってましたけど。<laughs> そうですね <laughs> <laughs> この十数年間でほんの、えーうん、3つだけでしたっけ、はい、を瞬間的に、まあ、確認することができるという非常に不安定すはすでもなぜか晴れ,し晴れがましい不思議なニュースですね今回のニュース梶さんはどういうふうに,お感じになってますかやっぱり同じで周期表って普通の教科書だけではなくて必ず科学教室に行くと貼ってあると。はい で多分118番まで全部埋まるので、えー、そこまで大きなあの周期表になると思うんですそこに必ず出てくる、うん、だから人類がいる限りは、えー、基本的に残るっていう意味では確かに同じように晴れがましいかもしれませんそうそうこれ7周期目まで全部埋まったってことなんですよね今回日本人ばっかり日本では注,あの注目されてますけど <laughs> 115番117番118番も埋まることによって周期表が できるんですね。これ完成と言っていいんですか、宗教は。いや、もの先もありますけど、先もあるとりあえず、ここまでで、うん、今まで、あの、ローレンシウム103番までよく貼ってありますけど、はい、今度は同じような、えー、 流れで118まで張ることになるかな、うんうん、そうしないと違法ね世界的にそうなりますよね。<あ>うん、そうでというわけで、これから周期表がまた変わっていく、はい、ということはこの、この替え歌というか、こでか、ね、今、裏で変わってるね、ね裏でちょっとあの元素記号の歌がかかってるんですけれども、あのその歌もねまた更新しなくてはいけないようになりますね。うんうん ではですね、今夜僕らもそうなんですけれども化、はい、学はさっぱりだという方もたくさんいらっしゃると思いますので今日本当に基礎的なところから元素とは何か教えていただきたいなと思っておりますそれでは行きたいと思いますそれでは1から分かる元素講座1元目のスタートです「元素とは何なのか発見の始まりと考え方の転換点」というわけで、えー、じゃあそもそもの質問から行きたいと思いますけれどもカジさん元素とは何ですか とということですね、はい、元素と原子って日本語だとすごく似てますよね、うん、まずそれは違う、だ元素は英語で言えばエレメンツだし、はい、それから、えー、っと原子はアトム、だから、はい、えっとまず全く違う、両方とも古代からありますけれど、元素の場合は、えー、分かりやすい、例えば赤ければ赤い元のものがあるはずだと、はい、熱ければ熱い元のものがあるはずだと。 つまりそういう性質を重視した考え方が元素ですよね。うんうん、そうじゃなくて原子の方は、えー、っと量という方を、えー、量と運動というのを考えて、えー、最初にデモクリトスが言っているそういうだから考え方がアプローチが全然違って、はい、元素の方は質から性質からうん、うん、それから、えー、原子の方は量から来ているって。 でも両方とも説明はできるんですけど、はいえと、原子はまるで役に立たない、後から後味はできるけど予想はできない、暑、はい、いからどうかって、だから元素の方が中心になって、最終的に一番あのまとまったのはあの、アリストテレスの四元素説ですね、つまり、火、それから、えー、っと水,水、それから空気、土。 でもこれはそういう量じゃなくて、はい、えと最も根本的な性質は何かってここから発想していて暑、うん、いか冷たいかそれから乾いてるか湿ってるかてのその対立する二組を、えー、合わせると順です組み合わせで六通りできますけど、はい、でも暑くて冷たいってありえないしうん、うん、乾いていてつつあの 湿ってるといるはなだから、組み合わせ4つだけですね。はい、そうすると、暑くて湿ってると空気、暑くて乾いてると火、それから、乾いていて冷たいと土、湿って、えー、っと冷たいと、えー、土っていう、あ、じゃなくて水っていうふうに。ね、だから、4元素は必然的に出てくるんですね。 バロバララたくさんんあありりますよね、うん、いろんなものありますよだから4つでどうやってしまうかうとすべてのものはその4つを含む違いはあの割合が違うだけだほうほうとすると当然割合を変えれば、えー、ものを変えることができるから錬金術も当然のことが得できるっていうことになります、うん、昔の人はそういうふうに発想したわえやすいし、えー 予想もできるっていうことです。うん、だからとても長く、えー、16世紀ぐらいまでそれが主流だったっはいはいはい。その元となるその要素元素とつまり元素なるものを。 こう組み合わせるることによっっててて何かがでできてるんだってい発想で、はい、昔はそれを非水土空気っていうものによって成立してるんだっていう考え方になったわけですね。この考え方よくファンタジーの、ね、ゲームとかにいろいろ出てきますよね。土を司る精霊とか風を司る精霊とか。ラノベとかね。四大エレメントを代表するなんか神とか精霊がいてそれを呼んでみたいな話はありますけど昔の人はそういった発想でそのこの汚れっていうもののいろんな物質ができて 減るという,ふうに考えたんです、ね、そうですすねねそうん、なるほどただその当時の昔の元素の考え方は今では私たちは違うっていうことは知ってるじゃないですかそうですね、はい、今のような水素とか酸素とかっああいうふうな元素があるんだっていう発想になったのはいつぐらいからだったんですかやっぱり18世紀ですね18世紀18世になる17世紀頃から、えー、っと一つの近代科学の転換として、えー、量ってやっぱり重要だ っててて思われてきて、はい、でガリロなんかも、えー、っと考える時に、えー、数学とか量とか数とかとても重要だっていうことを、えー、思い出したその帰結として18世紀において、えー、っと物が変化する時に色が変化する形が変化するほかに重さも変化する。はい それは昔から消えつかれていたわけですけど、ええ、それが根本的重要だって思われるのはやっぱり17世紀以降、うん、で18世紀になって化学関係の人たちもラバージェっていう人がもの、はい、の変化を重さの変化からあの追,及し追求しようっていうグループが現れてきて、ええ、だからその時に、えー、っと一番まずは えー、関心を持たれたのはものが燃えるっていうことで、はい、そうすると燃える元のものとして、えー、とラボージェは気体今で言うと気体がいろんな種類の空気っていうあ言われましたけど空気にはいろんな種類があって、はい、それを、えー、追求するとっていうことで,でその空気が関係する変化を重さを の変化によよって、えー、追撃しようっていうこといこが生まれたはい、はい、だからそこから分析つまり重さがどういうふうに変わるかっていうことを、えー、追求して分析あるいは分解分析っていうことが現れてあの最初から5つだとか3つだとか4つとかアプリよりに決めてるんではなくて、うん、やってみたら。 いくつになるかっていうことですねあなるほどつまりあいいですか、高校の教科書だと、うん、あの燃やした後も燃やした、燃やす前も燃やした後もちゃんと密閉しとけば質量が変わらないっていう、質量保存の法則みたいな感じで習いますよね、それ、ラボアジエの業績だとしてますけどそ,その通りだと思います、つまり重さがとても重要で、えー、変化しなければ、つまりものも性質も変化しない。 というだからお、えー、と重さと性質がタイアップしているあの並行しているっていうことはとても重要なことです大発見だったんですよねきっと、ね、そうでですねうん、うん、大発見でしょうね、うん、ラバージェって人たち、まあ、17世紀18世紀に来るまではそれまで非水土気空気みたいなそうしたエレメント、うん、元素で成立してるんだっていうようなその発想をしていたんですけどいやあのもっと細かくいろいろあるはずだ、うん というふうに気づいて、しかも物事が変化するときにそれがくっついたり、そのまあ、えー、離れたりしているんだっていうことをいろんな実験でどんなパターンがあるのかっていうことをやっていこうっていうふうに発想が変わっていったわけですね。はい、それが18世紀頃に起こっていった出来事と、そうですね。大体だから1780年代の終わり頃、はい、教科書89年にあの出していますけどラバージェは、はい、それを。えー 最初に提案したのは4つどころじゃなくて、とりあえず現状では33の、えー、元素を提案したんですね、でもそれも最終決闘じゃなくて、はい、もっと分解すればもっと増えるかもしれないし、場合によっては、えー、っと同違うものとも,もらえたものが同様のものを含んでいて、もっと減るかもしれない、えー、だから暫定的なものであるという,うにう考えてるんですね。なるほど ラバージェっていう人が33個の元素まで18世紀の段階で指摘していた、はい、その33はそのまま今でも収集されているんですい例えば、えー、酵素とか、えー、熱素とかいうのは入ってますけどそれは否定されるし、うん、それから、いわゆるアルカリ金属にあたるものはみんな酸化物としてそこになるのではい、はい、さらに分解したらそうじゃなくて。 えー、それは19世紀になってからですけどアルカリ金属が発見されていくうんなるほどじゃあ残っているものもあるんですか、はい、ありますだから何とか素ってついてるのは、はい、まさに酸素窒素とか上の方にある炭素窒素ウ素とかウ素はあとだと思いまですけどだからかなり上の方がそれはどこに現れてるかっていうとあとで えー、言ったうがいいですかね古月<あ>さん,、うん、さん面白いエピソードがあって江戸時代に蘭学の流れで、はい、あの化学のテキストが翻訳されていてその中にもラブアージュの考えが入って盛り込まれていたと今先生がおっ,しゃおっしゃりかけたのは「なんとかそ」って今言うのは、はい、その役者の宇田川予んが作った言葉だっていうことなんですよね。はいはい ということはだからなんとかそってついているのは大抵もうすでにラボアジー以来っていうことです、うん、古い古いというか古いというそれは日本,日本にはもう江戸時代からそれが入ってきたたという、えー、ああなるほどそういうふうにその元素っていうふうな考え方っていうものに着目をしていっていろんな元素を発見していこうという流れになったわけですねそうですねだから19世紀の前半はまずあの元素の発見の時代になってくる、はい、いろんな新しい例えば えー、電池が来て電気によって分解する電気分解とかそれから、えー、と単純にあの北欧では、えー、と分析がとても好きなので、えー、鉱物をどんどん分解していって、えー、次々に出していくだから、はい、えとスカンジナビア半島出身で、えー、元素の発見者ってたくさんいるんですけどその分析の。はいえー 成果ですよねだから、1860年代、つまり明治前後、明治初め頃ですねいまでに、えっと、大体60ぐらい元素が発見されている、うん、元素の発見というのはどういうふうに発見していった,ったんですか、当時は当時においてはえ、とにかくどんどん分解して、それ以上分解されないっていうのが。 定義なんでですすけど、えー、そのの通りのことですね、はい、でもう一つは、えっと、いろいろなそれに独自の性質例えばスペクトルを取ってそれに,、えー、にしか、えー、存在しない性質を、えー、明らかにしていくってうんスペクトルっていわゆるあれです炎色反応ってあるじゃないですか、はい、中学の教科書にそうん、なんか銅を燃やすと、はい、銅を火にかざすと色がバーってある、はい、あれが固有の。 スペクトルを持ってるのでこれは固有のなんか元素と言っていいものに違いないみたいにきっと思ったわけですよね。というの、ん、で,で正しいですか <laughs>、はい、そ,そんなイメージそう,そういうふうにその分解していくっていうのは例えば燃やしてみたりとかあとはどういうふうな実験をして確認をしていくんですかえっといろいろな酸に溶かす,す,、ね、溶かすはい。 で酸に溶けるものと溶けないものに分ける、えー、で溶けないものをどんどん、えー、分けていくとそれからえー、っと上と下に分けてと溶けてしまったやつをまた、えー、例えば、えー、っとアルコールを入れて、えー、っと水に溶ける部分を少なくしてまた沈殿させる、はい、だからあるいは、えー、っと液体ならば 上流させて沸点で、えー、温度別に最初に出てきたもの途中で出てきたものっていうふうに上流によって分ける、うん、とにかく分けるっていうことが重要でそれだけじゃなくてもっと先にずっといくと例えばカラムに、えー、流してそこから上から、えー、いろんな溶き出すものを、えー、動かして外から出てきたものを順番に取るって。 僕は有機化学をやってたんですけどその時反応自体はそんなに時間がかからないんですけどひたすらあのほとんどの時間を分けていたてうん、うん、だから分析と合成って科学の基本ですけど、えー、そのうちの分析をずっと、えー、だから分けるってことは、えー、っと科学の基本だと思うんですんなるほどそうやってどん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 元素を発見していって で、ええ、まあ五十ぐらい見つかっていくということなわけですね。はい。どの国の研究者がそこでは盛んだったんですか。やっぱりそのうえー、っとまずえー、っと得意的なそのえー、っと分析手段を得ることによって、はい。例えばその、えー、イギリスのデイビーはえー、っとさっきあの アルカリ金属って言いましたけど、はい、アルカリ金属をほとんど発見していますうん、うん、っていうのつまりみんな酸化物この世の中はの酸素がたくさんあるので、えー、酸化物になるものはほとんど酸化物になってるんです、はい、そうするとそこから分けなきゃいけない分ける時大変だったので、えー、でもその時電気を使うって電池を強、えー、大な電池をやって そのことにによっっててアルカリ金属が次々に向かっていく、うん、でもっと古典的な分析によるっていうとやっぱりスカンジナビアつまり北欧の人たちの分析術があの大きいと思いますけど、うん、あるいはスペクトルが現れるとスペクトルによって新しいものがあの検出されると、えー、その手段を持っている人たちが次々に分けていく。だから なんかその新しい手段が得られると、新しいものが次々に出てくる、えー、今までそれで分けることができなかったのは、新しい分ける手段ができると、新しいものが生まれてくる、うんうん、研究手法として、そ,ね、その国、大学などが確立していくと、同じ手法を使って、他かの元素も例えば見つかったり、ね、特定できたりと、はい、いうことができていくわけですね。はいうん、なるほど で、えー、どん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 元素が見つかっていくということになるんですけれども、それがまあ周期表の作成につながっていくと思うんですが、今よく私たちが見るこの元素周期表なんですけれども、これは誰が作ったものなんですかえっと、最終的には1969年、明治2年から3年間ぐらい、はい、71年ぐらいまでに、メンデレーフという、えっと、ロシアの化、えー、学者が、はい、 えー、発表した発見した最初に1862年の3月1日していますけど、えー、その時に発表されたものがまず原型になった、はい、それを2年間ぐらいでブラッシュアップしてほぼ同じようなあの今と近いものをこう作ってしかももう一つは、えー、っとまだ発見されてないものを空所に入れたっていうことを、はい、空所を作った。 ということは重要ですけどうんその頃にはもうこれは発見されていないものも含めてこれぐらいあるんじゃないかとかっていうことは検討というか想像することもできるようになっていたそこまではいかないですね跡地で言えば90ぐらいが定年にあるので、えー、60ぐらい発見されたっていうことは3分の2ぐらい分かっていると,ということは単にその60がばらばらってあるんじゃなくてその中には 近いももののか性質が似てるものっててるるっ現れてくるんですね、はい、例えばさっきアルカリ金属って言いましたけどリ、うん、チウムナトリウムカリウムルビジウムセシウムのやつでその隣はアルカリド類金ですエ、はい、リウムマグネシウムカルシウムストロンチウムバリウムっていうふうなあるいはそのハロゲンっていう気体でフッ素とか気、うんえー、体から固体にまでになりますけど塩素、はい 素要素っていうようよなことがつまりそれを元素族っと言いますけど、ええ、元素の,あの塊あの似ているものをグループ化することができたそれだけじゃなくてもう一つこの19世紀前半の大きなことはさっき量によるアプローチと言いましたけど、ええ、分析するとそうすると A の元素と B の元素がこう 含まれている A、B っていう化合物があったとしますよね。はい、その時にえー、っと分析できるので100グラム持ってきたらこっちは例えば、えー、40グラム、こっちは60グラムって分る分析できますよね。うんうん、でこの後はこれが何対数であるかっていうことが1対1ならつまりこの元素 A と元素 B は 40対6、4対6、あるいは2対3っていうことになります、だから分析を使えば、あの絶対的な重さは分からないけど、はい、どっちにあるものに対して何倍の重さかっていうことが分かるようになる、えーはい、それをあの原子量って言います、アトメック・ウェイトって言いますけど、うんそれが19世紀前半のもう一つの大きな進歩で、 つまり、元素の絶対的重さは分からない、原子の、ごめんなさい、アトムの,ああの、えー、っと絶対的重さは分からないけど、相対的重さは分かる、つまり水素が1だったら、はい、炭素は、えー、6だとか12だとかっていう、何倍かっていうのが分かるようになるんですね、うそうすると、もう一つ、つまり元素足が分かったっていうと、はい、それから原子量、アトミックウェイトが えー、分かった。相対的な重さが分かったっそうするとその二つを使って、えー、な分類してみた六十つまりすべて出てきたものを分類したのは、はい、えっと元素の周期表なんです。うん。当時は原子のじゃ量重さなどでこう並べていった表に作られていたということですか。つまり科学においてはえー、っと 本当のこう小さいものは見えないし、えー、重さも測れないのにこの分析を使うことによって、えー、相対的重さができるっていう、うん、それはあの物理学ではまだ手が出ないってだから科学の世紀と19世紀を言いますけど、えー、科学って化学って言いますね。うん、はいでメンデリーフの作った周期表は今の周期表とは形が異なる発想も異なるような面があったということですか 基本的には同じです今は確かに、えー、っと原子炉ではなくて、えー、っと原子炉に、えー、っと相関しているその何個だけ陽子が含まれているか陽子の陽数数になっていますけれどでもあのほ,ほぼあの例外はごくわずかしかなくて、えー、ほとんどがそれと対応しているので、うんうん、うまくいったって。 だから、うん、ほとんどひっくり返らないんですね。面白いな,なるほどということはそうしたその周期表の考え方が今でも引き継がれていきながら化、ね、のの学化学のさまざまな発見というものをより活気づけていったというか、うん、こういった元素もあるはずじゃないかということで、うん、いろいろ探すような研究での進んでいったということですね。うん えー、これツイッターで、ヨステビとットディーンさん、なぜ空欄ができる、発見された都度つなげて表にしていけばいいじゃないかっていう,うけど、<laughs> 空欄ができて、ここにあるはずだってなるのは、これ、どうしてだったんですかつまり、一個ずつつなげてるわけじゃなくて、最初言ったように、元素族って、つまり似たものは一、一続きになっちゃってるんですね。だ、はい、だかららら一つずらせないんですよ、うん、例えば、えー、アルカリ金属だったらこの とりあえず12345はこうつながってるからそこに何か入ったとしてもそこからおっぽり出せないだからあのどうしても例えば元素族でまだ発見されてないものがあればその元素族のところが穴になってるんですね。えー また今の周期表だと陽子の,の数でまあ周期表をかま決めてるって話がありましたけどその順番でいうとこれだけの数を持った子の数を持った物質が何か埋めるはずだみたいなそうしたことで周期表の空欄というものがそのまま開けられているということになるわけでしょうか、えー、それは後知恵の話で陽子、えー、の数っていう風になったのは20世紀の話ですあなるから<ー>当時は別の発想で空欄を作ってたんですねだから原子量なんですね。重さの相対的でもそまたまたた、ま 容子が何個あるかに相関しているので、えー、っとほぼそれに正しいって同じになるはいうんなるほど、まあ、当時の人たちがあの一つずつ元素というものを発見していったその思考錯誤の中には、まあ、今には残っていないものやさらに分解できるものなどもあったけれどもそうしてその元素というものがあるそして周期表ということを埋めていくということによってもっともっと発見できれたというところまで19世紀頃までは研究が進んでいった。 その研究の痕跡は、蘭学などを通じて日本にも、ね、考え方が伝わっていたということになるわけですね。これがご元素研究のもう出発点っていうところで振り返ってみましたけれども、おチャイムが鳴りました。はい、ではここまでを1元目としまして、えー、2元目は何でしょう幻の元素、ニッポニウムの発見。 はい、えー。今回、新名称案がニホニウムになりましたが、あの、昨日のニュース解説でも、ニホポニウムは過去に登録されていたことがあったので、うん、同じ名称を使えないという話がありました。はいしたね、ということは、幻の元素ということになってしまうと思うんですけど、このニホポニウムというのは、カジさん、一体どういったものだったんでしょうかはい。えー、っと、日本と、それから、えー、っと、この元素とのつながり、 あるいは、とのつながりあるいは日本と海外とのつながりということで、一言だけ、さっきメンデレーフっていうのも、実は個人的なつながりがあって、はい、メンデレーフの息子が長崎に滞在していて、それでそこで娘が生まれて、はい、だから、もしかしたら、まだわからないんですけど、うんうん、メンデレーフの子孫が日本にいるかもしれない。はい、だから個人的なつなつががりがそういうい意味では えー、周期率あるいはそういうものと、えー、あ,あるってこともう一つのだからこれからお話しするのはもう一つもっと馬券学に近いことですね、えー、だから最初に言ったのはなかなか子孫が見つからないのでいろんな場面でそういうことを発言して気が付いてくれる人がいないかなとういうことがあったのでちょっと言ったんですけど。うん、小川正孝はそのまず明治時代 1865年、明治より3年前に生まれているんですけど、いやいや明治時代の,あの化学の、えー、訓練を受けて、それで1904年に留学するんです。はい、その留学するのは、えー、っとまさに日露戦争の頃、だからイギリスに留学したんですけど、うんうん、イギリスと日本の関係が最も良い時ですね。その時に、えー、先生ラムジー さっっき言ったこれで言うと,、えー、と気ル類というあじゃなくてあの気ガスというヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンと、はいうの一番右端,です、ね、右端これはなかったんですけど、はい、これを全部見つけたっていうのではい、はい、ノーベル賞をもらったところの先生のところについてえー、えー、でイギリス帝国大英帝,帝国ですからそこの植民地のえー 西洋今のスリランカのどこで発見された鉱物を資料として渡して、えー、ここにもしかして新しいものがあるかもしれないから分析してみなさいって言われて、はい、で彼は小川正孝は分析の達人なので,で一生懸命やって先生に言われてうん、うん、それで新しいと思われる、えー、元素の、えー、今までなかったような スペクトルが見られたので、はい、これがあ含まれてるんじゃないかって言われて、えっと、ラムジーもそうだと思うというので、えっと、ラムジーがこれは、えー、日本にちなまる今日露戦争をやってるしっていうので、えー、ニッポニウムっていう名前を提案したんです。で喜んで家に家じゃなくて、えー、帰国してそれを分析をずっと進めてそのために彼のために作った特別な 科学会の賞ももらって、えー、で晴れて、えー、就職もちゃんと,、えー、っと新しくできた東北帝国大学の先生になってで理学部の部長にもなってはい、はい、で最終的には総長、えー、にもなったもえ<ー>でも、えー、っとその分析はとても難しくて日本の資料も使って分析したんだけど 永遠にあの弟子たちはみんな失敗して彼しかできないで再現できなかったっ、ね、再現できなきゃええー、それで最終的には弟子がコペンハーゲンに行って、えー、特別な X 線によるそういう元素を、えー、検出するための装置を持って帰ってそれを調整してやったんですけどそれがもう1920年代の終わり頃つまり、はい えー、帰っててきかかららら年ぐらいしからですよねで、えー、っとその時に、あのー、彼は、えー、っと最初にこの周期表で言うとテクネチウム43番にあたるものを想定していたんです。はい、これは後知から言うと最後のところの計算を間違えて本当はその 一段下75番のレニウムの位置だったんですねレニウムっていう名前がついてるようにドイツ人がノダックっていう人たちが、えー、それを発見してもう報告されてるんですね、はい、そしたらその弟子の青山っていう人がそれを、えー、見せたらそれを、えー、知っている同僚たちは後でえー いうことにによるにはとても綺麗なレニウムだったってつまり、えー、っと彼はずっと、えー、43番だと思っていたのに、えー、でニッポニウムって名前を付けたし実際にそれが載っている周期表が発表されたこともあるんですね、はい、でもそれがその下の75番っていうのでがっかりしてま、えー、もなくなくなってしまった、うん、<ー>だからそれは伝説だけで だからそれはメンタリティとしては明治人ですね今だったら後からでも私はこれを発見していたこういう理由だっていうふうに言うことを言わないっていなんかあのそれをは、えー、と研究していた、えー、東北大学の吉原健二先生は、えー、放射科学の先生ですけど、はい、そのリタイアした後それを追求して。 実はそのさっき言った青山がもしかしたら取ったかもしれない X 線のものを採掘してでそのピークの位置から考えてこれはレニウムだっていうことを証明したんです、ねんうん、だから実はニッポニウムは43番ではなくて75番の、えー、レニウムであるということが、はい、今は、えー、と監視家の間ではだいたい 合意されている。なるほど批判してる人もまだいますけど。はい。はい、それあのその当時にレニウムだっていうのはもうあの岡正隆が見つけた段階でレニウムそのもの発見されてはいたんですか。いやまだです。だからだ,だっだから1908年ぐらいに大体確定して、えー、周期表にも載ったんですけど。はい、その後ノダックたちが発見したのは1920年代ですから。ああなるほど。 その間に次々に例えば今だったら、えー、中間報告とかあ別にあのこういう考え方ができるとか、はい、ことができると思うんですけど彼はひたすら一人で頑張って、えー、分析だけしていたで,でもサンプルになるぐらいは多分取ったんでしょうねそれ今行方不明ですけど、はい、ということはその時計算を最後間違わなければ75番目の元素がニッポニウムになっていた可能性があるということ そうですねなるほど川端さん、研究っていうのはなかなか難しいものですね全くですね、なんでニッポニウムじゃないんだっていう,ふうなことを言ってる人、あの昨日から結構いますけど、はい、このような理由ですので、はい、今皆さん分かったかと思うんですけど。 ね、このニッポニウムの小川さんの話を聞いたときに、川端さん、どういうなな感じになりましたか、うん、いやー、これ、あの1回でも中期表に載ったことがあるっていうのは、まず驚きでしたよね、えーあの。見せてもらったことあるんですけど、ちゃんと NP って書いてあるんですよ。<ー>うん、NP。はい、で今、それ、NP がネプツニウムに使われてるんで、いろんな意味でもう、ニッポニウムの痕跡は取られちゃってるっていうふうな感じなんですが。なるほど、ね 当時はあのー、鴨田さんあの研究手法としてやっぱり実際にあるものをどういうふうに分離していくのかというのは研究でいろいろとこう元素っていうことを探っていくというところがまあ進んでいったわけですけども、うん、ある段階からはやっぱりその科学的な方法などをいろいろ試さは発見していくというか方法論そのものをどんどん新しくしないといけないというふうになっていたんですねうん、うんあのー、だから例えば、テクニチウムって今、はい あの出てきましたけど、はい、それは人類が初めて自分で合成しなきゃいけなかったものなんですね合成加速器っていうものが発明されてそれであのぶつけて作ってやる自然界ではもうなくて、うん、で自分たちで加速器の中で作ってあげなければ発生しないとっていうものだったというふうなだからそこからちょうど新しい時代 に入っていくってていいくうこということはその小川正孝の時代にはどうしてもやっぱり43番の元素記号は技術的に見つけることが困難だったと加速器なしには無理だったとじゃあそこで最後の計算さえ違っていればまた別のね,ね歴史になっていたかもしれないですしうん、うん、日本の例えば化学研究も流れが変わっていたかもしれないですよね うん。というか、幻の元素、日本にもの話を伺いました。はい、さて、えー、ここまで伺ってきて思うのは、やっぱり、えー、そこから先の元素、はいえー、周期表がどういうふうに埋まっていったのかという話ですね。はい、後半、その話を伺っていきたいと思います。<laughs>